遅いようがえらいジョギングイベントジョグトリップを主催しているアミリンことアミモトです今日はホークスの VV v コートを着て収録です <laughs> えーね古着屋さんで買ったものなんですけどもほぼ新品ということで、えー、気に入ってます、えー 先日もですね「オウレヒラドジジョグトリップ」ということで、えー、ジョグトリップを開催したんですけども、うんえー、毎年「オウレヒラドジジョグトリップ」やってるわけですねでその時にいつもこう心がけているのは去年のオよよよりもいい大会にしようと思ってやっててやるんですよね、うん、去,年去年はこう,こうだったから今年はもっと少しでもいいものにしようかなということで。 改良しながらやってますで同じようにですね、うん、先月やったジョグトリップ例えば、えー、サショボジョグトリップとかね山津田の道ジョグトリップえ大栄平戸路よりも前にやった大会よりもおまあ少しでもいいようにということでえー、まあ何てかなえー、できるだけ 少しでも進歩するような形でということで心がけておるんですよ。まあ、それが実際身になっているかどうかっていうのはちょっとわかりませんけども、うーん、まあ、ね、できるだけ。でえ、じわっと少しだけでも成長していくと、後から見たときにですね、例えば、えー、今、5年前のジョークトリップをやってたこの状況を考えると、 かなり進歩しているんですよ。<laughs> お本当にあのー、まあ、運転の差といってぐらい進歩しています。これが急に、ここまで、今までこう来ていていけない、ゴーンとレベルアップしたかって言ったら、そういうことないんですよね。じわーっとレベルアップしてるんですよ。ですから、あのー、これはあ、完璧な大会。<laughs> 完璧なイベント主催っていうのは、まあ、無理ですよね。どこかし,どこかしら不満足なところがあるえ。どこかしら不完全なところがあるっていうのがあるからこそ <laughs> 人間に進歩していくんですよね。え完全な人間はいない,いないし、完全なものもないということなんですよ。だからこそ面白いということですね。えー、で、うん。 完全なものはないということからちょっとワープしますと、うん、文章もですね、完全な文章っていうのはないんですよね。例えば、うん、小説家とか評論家とかは文章書きますよね、本書きますよね。あれっていうのは、うん、著者が一生懸命に自分の思いとか自分の頭の中にあるものを一生懸命文として表現するんですけども、 そうやって100%文章にならないんですよ、うん。不完全なんですね、文章っていうのは。ですから、あの、えー、っと、これはあの、うん、だから表現っていうのは難しいし、表、えー、ね、プロの、プロの文筆化っていうのが出てくるわけなんですよね。ですから私がですね、あの、こういう下手な喋りで、まあね、つまずきながら、 何、えー、て言ってるかわからないということで言いながら、えー、自分の思いを言葉にして表現するっていうのはあの施設なんですけども <laughs> これはもうしょうがない <laughs>、えーえーねえー、完璧な喋りっていうのはまだ私はできておりませんまありっていうのは完璧な喋りもないでしょうしですからでもできる限りこう自分の思いが伝わればいいなということでやっておりますもしかしたら 少しずつ成長していっているのかもしれません。で、であのですね、完璧なですね、えー、っと、人間っていうのはいないんですけども、うんそうですね、えー、どうしましょうかね、うんまあ、言いましょう。えー、っとですね、えー、私の弟はあ、実は、 うーんと生まれた時から、えー、と身体障害者身、身体障害者ということで、立つこともできずに、ちょっとやっぱ脳の障害もあって、えーと、しゃべることもできずにということの障害を負っておりました。えー、身体障害者、心身障害者ですかという形になっております。でえー、その弟はもう もう,十もう十何年前に死んで今度17回忌ということになっておりますけどもで私があ身体障害者という弟を持っていたからこそ語れることが一つあるんですよ。普通なかなかこうタブーの領域になりますからうんうかつにこのねやっぱり。 新、新、新商者の方については語れないということが多いんですけども、身内だから、だったからこそ、僕が弟を愛していたからこそ語れることがあります。これがですね、えー、私の弟も不完全な人間だったけれども、私も同様に不完全な人間ですよということなんですよ。ね、あのー 要は、その不完全さの程度の具合ですよね。うん、例えば、うん、人間、まあ、健常者と言われる人は本当に健常なんですか完全に、完全な人間なんですか肉体なんですか心なんですかということなんですよ。実は 一応、健常者と言われている私ですね。えー、なんですけども、お空を飛ぶことできません。<laughs> 空を飛ぶことできません。ね。えー、水に潜っても、1分ぐらいしか、ね、水に潜っていられません。すぐに水から上がって、<laughs> ということで <laughs>、息をしないといけません。ね。で、えー、っと、 100メートルを10秒切って走ることはできません。ね。そういうことで考えてみればですね、えー、まあ、不出来な体なんですよ。鳥のようにも飛べない。ね。魚のようにも泳げない。えー、不完全な体であり、不完全な心なんですよ。 完全な心と言いましたけども、うん、自分の心をコントロールできてますかということもあるんですよね。うんえー、何かした何かの表紙にカッと怒りがこうこみ上げてきて、怒、ねえー、らんでもいいことを口汚く怒ってしまったりとかいうのはありますよね。 で、その上ですね。あの、本当に完全な孤高であれば何かこうね。不愉快なことがあっても。わ、うん、かりました。ということでいけるはずなんですよ。でもそんな人ってなかなかいませんよね。自分の心っていうのもですね。なかなかコントロールできないんですよ。ね、あのー？人がね。自分特に身内の人が亡くなって。悲しむというのも。まあ、人 人が死ぬわけですから、悲しいのは当然っていうのは思うかもしれませんけども、悲しんでもですもうしょうがないんですよ、実は。ね、最愛の人が亡くなった、自分の子供が亡くなった、自分の親が亡くなったって言ったときに、悲しんでもですね、本当はしょうがないんですよ。ね、悲しんで、その方が蘇ってくるのならいいでしょうけども、悲しんでも蘇ってきませんから、 はた、えー、から見ると何を悲しんでるんだみたいな形になるわけですよねでも悲しいその、えー、悲しみが湧き上がってくるとかいうのは、えー、抑えることができませんよねでそれが人間でもあるし、えー、やっぱり自分の心をコントロールできないんですよやっぱり感情というのはコントロールできない、ね、ですからあの自分の心も不完全なんですよ まだ未完成、ね。で、私の体もまだ未完成。<laughs> ねまあ、完成して 100m を10秒以内で走れるようになるかっていうと、それは走れるようになりません、ねえー。ずっと未完成のまま行く体なんですよね。そうしたときに、私と私の弟とどれぐらい。 不完全さの度合いが違うかって言ったら、まあ、あんまり変わらなのですよ。ね、ただ、あの、言葉が喋れて、言葉で表現できて、え日、ー、本足で立つことができる。それぐらいの差なんですよ。私と弟の差って言ったら、本当に。これ、感傷的に言ってるんじゃないんですよ。事実です。ね、だって、弟は、やっぱ生命、生命を維持,し維持していたわけですから、ご飯を食べてて、食べてい,ていたわけですから。 食べさせられてても内臓はきちっと動いて、ね、動くことはできるで自分なりの表現をでしていたわけですよで手で表現するとかですね,ねおしっこ行きたいとか、ね、ここは行きたくないとか外に遊びに行きたいとかいうのを体で表現していただけでその表現の手段が言葉で表現できるか体でしか表現できないかっていう差ですよね。 実は健常者と身障者障害者っていうのはさっていうのは紙一重ですよと紙一重ですよということです。あのー、これですねうんまあ何人か私が知っている人にこういう考え方をお伝えしたことがあるんですけども。 えー、変な顔で、えー、見られました。えー、いやとはいってもやっぱり健常者と障害者っていうのは違うよということで、えー、言われます。うん。でも、まあのー、さっき言ったように紙一重なんです。で私が一応健常者と言われている私はうん。 100%人間はない。さっき言ったように、空も食べない。ね、水にも、魚には潜れない。ね、それは、空を飛ぶ鳥から見たら、私を見て、なんだこいつ、空も飛べないのか。不自由なやつだなと思うでしょうね。魚から見ると、なんだこいつ、海に潜ってきても、 一分も経たずにまた上に戻って空気を吸いに戻っているのかと。ああ、かわいそうにねと <laughs> 思ってるかもしれないんですよ。ね、ですから、あのー、やっぱりこの完全なものはないということは意外とこう、ね、あのー、 わかからないといとうかです、ね、まあ未完成なもんだと自分のことを健常者だと思う思うのはちょっとこうねもしかしたら違うかもしれんねということで思えばいわゆる身障者障害者のことが私もかわいそうなんです健常者の私もかわいそうだし ね、あのー、ね、障害者もかわいそうな、同じかわいそうなんですよ。その程度のさなきゃなんです。ですから、そういうことを思うと、いわゆる差別とかですね、えー、区別、ねえー、やっぱりやっぱどうしてもあの、えー、健常者から見ると、障害者っていうのはかわいそうとか、あできない人なんだとか、いうことで見えてしまいます。見えてしまいます。でも その時に、ね、あの私がおも弟に関して思ったように、あ弟も俺も同じ不完全な人間だなぁと、というふうに思えば、えーとですね、そういうふうに認めれば、同じ、こう、なんかな、うん、同類として付き合えるんですよ。ということで、あのー、 まあ今日はちょっと、えー、昨日に引き続き本邦初公開の話をいたしました、えー、いろんなある方たくさんいらっしゃるかと思いますけどもそんな方はあまあ聞き逃してなかったことにしてもらってもいいですけども、まあ、そんな考え方もあるんだよということでお伝えいたしましたそれじゃあいい一日をお過ごしください Have a good day バイバイ